今日は12月5日の水曜日です。パンジーの花を描きます。今日はパンジーの花を大きくアップで描いてみましょう。花びらの真ん中の中央の線をまずこのように作ってみましょう。花びらをデッサンしていきましょう。こちらも花びらをデッサンしていきます。こちらもパンジーの花びらをデッサンします。ちょっとここに茎が見えていますので茎を描いてみましょう。デッサンが終わりましたので次に彩色に入ります。まず黄色を全体に塗ってみます。こちらもまず全体に黄色の色を彩色してみましょう。ここのところに濃い茶色のような黒のようなパンジーの模様が出ていますので、これを彩色します。ここにパンジーの模様を塗っていきましょう。ここの間のところは少し水でぼかしておきましょう。こちらにパンジーの葉っぱがありますので、このパンジーの葉っぱもデッサンしてみます。こちらもパンジーの葉っぱをデッサンしましょう。パンジーの葉っぱのデッサンができましたので、こちらもグリーンの色を塗ってみます。真ん中も少しグリーンを感じますので、葉脈を少し描いておきます。これでパンジーの絵が仕上がりました。